無線式ヘッドホン機能と手のひらサイズで高性能な音聴式漏水探査機ステッドフォン SDR をご紹介いたします。はじめに本体の先端部に付属の連結式音聴棒をしっかりと取り付けます。一番下の電源ボタンを長押しで機器がオンになります。電源が入ると画面に数値が表示されます。ステッドフォン SDR は専用の無線式ヘッドフォンと接続できます。ヘッドフォン側面にあるスイッチを長押しして電源をオンにします。電源が入ると緑色の LED が点灯します。本体とヘッドホンは自動で接続されるので設定等は必要ありません。専用の無線ヘッドホンは充電式で経済的にも優れています。ステッドフォン SDR は 3.5mm のステレオ端子で有線ヘッドホンも接続できます。ヘッドホンの端子を本体左側側面のイヤホンジャックに差し込みます。ヘッドホンを接続して本体の準備は完了です。ステッドホンは周囲で発生する車の走行音や鳥の鳴き声などの環境ノイズを遮断するノイズフィルター機能を備えています。フィルターボタンを押してフィルター番号を選択します。8種類のフィルターを選択でき、さまざまな周波数帯域に対応しています。対応周波数の詳細は説明書をご覧ください。フィルター番号の変更は画面にフィルターアイコンが表示されているとき、ボリュームボタンで変更します。漏水音の探索を行うときは一番上のスピーカーアイコンを押します。目的の管やバルブに棒の先端を当て音聴探索をします。この時画面に3桁の数値が表示されます。これは音聴時の最も小さい音を数値化し、計測した数値は上がらないため音聴中の最も音が小さい状態を計測できます。この機能により最小数値の最も大きな箇所が漏水箇所の可能性が高い場所として、音だけでなく視覚的にも分かりやすくなります。